皆さんこんにちは、合格サプリ編集部の白谷です。同じく船澤です。今日は現役神戸大学生に来てもらい、様々なインタビューを行いたいと思います。それでは軽く自己紹介をお願いします。はい、神戸大学国際人間科学部環境共生学科2年の井上と申します。よろしくお願いします。それでは早速質問に入りたいと思います。まず神戸大学の立地、キャンパスについて解説をお願いします。神戸大学には7つのキャンパスがあり、法学部、経営学部、経済学部がある6校第1キャンパス、工学部、農学部、理学部、文学部がある6校第2キャンパス、国際人間科学部があるプレカブト第1キャンパス、第2キャンパス、開示科学部がある深井キャンパス、医学部、医学科がある楠本キャンパス、保健学科がある明谷キャンパスの7つで構成されています。結構たくさんキャンパスがあるんですね。そうですね、六甲台キャンパスと鶴兜キャンパスは比較的近い距離にあって、キャンパス間移動も楽にできるんですが、楠木キャンパス、明谷キャンパス、深谷キャンパスだけはちょっと離れたところにありますね。私が所属している国際人間科学部は鶴兜キャンパスにあり、グローバル文化学科は鶴兜第一キャンパスで、その他の学科は鶴兜第二キャンパスにあります。なるほど、同じ学部でも学科によってキャンパスが違うということもあるんですね。そうですね、はい。じゃあそんな信頼ということですが、信頼あるあるが何かあったら教えていただけますか？はい、信頼にはウリボーっていうイノシシのマスコットキャラクターがいるんですけど、もうキャラクターになるぐらいイノシシが出ます。学校にということですか？そうですね、学校のキャンパス内でも見かけるらしい。で、私は実際には見かけたことないんですけど、先輩曰く半年に1回はガチでイノシシを見かけるらしく、で、なんか先日も女の子がキャンパス内で追いかけられてたらしい。うわ、怖い。見つけたらめちゃくちゃびっくりしますよね。怖いですよね。ちょっと今こうやって笑ってますけど、実際びっくりしたらめちゃくちゃ怖いですね。それで信頼は他の大学に比べてやっぱり標高が高い、もう山の麓とかにあるんで、他の下界よりは確実に寒いですね。冬とかも耐えられないです。なるほど。じゃあ逆に夏は涼しいっていうことではないんですか？いや、夏も暑いです。夏は暑く冬寒いんで絶対やってる。で、私が所属している国際人間科学部環境共生学科がある鶴兜第二キャンパスは、信頼の全キャンパスの中でも一番標高が高いところにあるんで、鶴にだけ雪が積もっているっていうこともありました。へー、すごい。そんなに違うんですね。他のキャンパスもやっぱりある程度標高は高くて、鶴兜第一キャンパスと第二キャンパスを移動する道に階段があるんですけど、地面に対して垂直に刺さっているので、ヒールでは来ない方がいいかと思います。スニーカーマストですね。そうですね、もしイノシシに会ってもすぐ逃げれるように。そうですね、それ大事です。スニーカーにしたいのが命の方が大事なんで。それでは次の質問です。井上さん含め周りの信頼者はどんなアルバイトを多くしていますか？塾講師とか、家庭教師とか、やっぱり教育関係のアルバイトが多いですね。あとは他の大学生と同様に飲食とかイベント関係も多いです。なるほど。ちなみに井上さんは何のバイトをされていますか？私は塾講師をしてますね。あとは神戸大学のキャンパスの周りに結構バイト先は多い方ですか？見つけやすい感じですか？神戸大学から一番近い駅は JR 六甲道っていう駅なんですけど、その周りは結構進学塾から個別指導塾までいろんな塾があって、その塾講師をしたいっていう方にとってバイト先には困らない環境があるかなと思います。なるほど。すごくいい場所にキャンパスがあるんですね。そうですね。ありがとうございます。続いて国際人間科学部に通われているということだったんですけど、どうしてその学部を選んだのか教えてください。私は受験直前まで明確にやりたいことがあまりなくてですね。で、どこの大学に行こう、どこの学部に行こうって感じだったんですけど、そんな中で、リベラルアーツとか、文理融合とか、そういう何でもできるっていうのにすごく惹かれたんですね。で、国際人間科学部っていうのは、本当にそのリベラルアーツを体現したような学部で、文理関係なくいろんなことが学べる学部ですね。必修も少ないので、なんか自分の専門科目以外のことも広く学べる学部になっています。なるほど。私と井上さん実は同じ高校だったんですけれども、井上さん実は高校時代文系で、今大学では理系の勉強をしているというのを聞いてすごくびっくりしたんですが。すごい。そうですね。高校時代は文系だったんですけど、今は大学では数学とかプログラミングを主に勉強しています。
プログラミングって面白そうですね。なんかどんなことができるようになりましたか？私はさっき言ったようになんか数学が一応メインで勉強してるんで、計算機って感じですね。パソコンに計算してもらうためのプログラムを書くっていう感じ。やっぱりめちゃめちゃ難しくて、結構単位を落としましたね。でもやっぱり文系理系の壁にとらわれずに勉強ができるというのは国際人間科学部ならではの特徴なんでしょうかね。そうですね、やりたいことがまだ明確に見つかってないよっていう方とか、うん、私のように文系から理系、逆に理系から文系っていう子もよく見かけるんで、文理選択に納得がいかなかったなっていう方に非常にお勧めしたい学部です。なるほど、素敵な紹介ありがとうございます。続いて井上さん含む新大生の一人暮らしの割合はどのくらいか教えてください。正確な値はわからないんですけれども、私の体感では半々くらいかなっていう感じです。井上さんはちなみに一人暮らしですか、それとも実家から通われていますか？私は同じ兵庫県内に実家があるんですけれども、一人暮らしをさせてもらってます。で、同じように同じ兵庫県内でも一人暮らししてる子も結構多くて、あとは大阪、京都、奈良県の子とかも結構一人暮らししてますね。やっぱりキャンパスの周りに結構たくさん家があるので、一人暮らしもわりかししやすい立地なんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、そんなに家賃もめちゃめちゃ高いわけではないので、うんうん、六甲道駅付近ならたくさんいい物件も揃ってると思います。なるほど、すごく魅力的な場所にキャンパスがあるのはいいことですよね。じゃあ次はサークルとか部活とかは活発とか、あと何か有名なサークルとか部活はありますか？はい、やっぱり神戸大学は海に近いところに位置しているので、海事科学部のキャンパスで活動しているマリンスポーツ系、ウィンドサーフィンとかオフショアセーリング、カヌー、ヨット、マリンスポーツ系の部活が特に盛んですね。特にオフショアセーリング部は2017年にフランスで行われた学生世界選手権っていうのに出場してたらしくて、すごい一番活発かなっていう印象です。海にキャンパスが近い大学っていうのはあんまりないので、山にも海にも恵まれてるのは神戸大学らしくて羨ましいです。あと今年野球部が近畿学生野球秋季リーグで優勝しました。本当に最近の話なんですけど。じゃあ海の部活だけじゃなくて陸上の方の部活も盛んということで、他になんか緩いというかもうちょっと活動頻度が高くないようなサークルもありますか？神戸大学は文武両道の子も多くて、先ほど申し上げたように活発に部活に励んでいる学生も多いんですが、同様にゆるゆると活動しているサークルもいっぱいあるので、その辺は自分がやりたいことに合わせて選べますね。はい、選択肢は多いと思います。選択肢がいっぱいあれば自分の生活に合わせて選べるのでいいですね。それでは続いて井上さんの所属しているサークル部活について紹介お願いします。はい、私は体育会航空部っていう部活に所属しております。で、なんか航空部ってあんまり多分皆さん聞き慣れないと思うんで、なんか鳥人間出るのとか何してんのっていう感じだと思うんですけど、航空部はグライダーっていうエンジンがついていなくて、風の力だけで飛ぶ、まあ小さな飛行機みたいな感じですね。で、そういう乗り物に乗って空を飛ぶ部活です。じゃあ神戸大学の敷地内で練習はできるんですか、それとも他に場所を借りて練習していますか？神戸大学の敷地内でさすがに飛行機飛ばすことはできないんで、定められた場所っていうのが全国にいくつかあって、飛んでいいよっていう場所がいくつかあって、神戸大学航空部では主に岐阜県とか福井県とかで月 1,2 回ぐらいの頻度ですかね、合宿の形で活動しています。合宿は多いんですけれども、例えば経済的な事情だったりアルバイトが入ってるだったり、そういった理由で参加できない場合も全然許されるので、そんなにきつい本当に体育会っていう感じではないですね。合宿がない時とかはどういう活動されてるんですか？普段は週1回ミーティングっていう形で、今はコロナ禍なのでズームでやってるんですけども、ミーティングでは最近の活動状況の報告だったり、あと珍しいなと思うのが学科って言ってグライダーについてみんなで勉強します。なるほど。じゃあ井上さんは実際に自分で飛行機に近いものを操縦することはできるんですか？私はまだ仮免許ちょっとペーペーなんで、副座機って言って2人乗りのグライダーに乗って、私が前で教官の方に後ろに乗ってもらってサポートを受けながら操縦するっていう感じ。あ、
なるほど。すごく面白い部活に所属されていることで。そうですね、空を飛ぶ機会ってなかなかないと思うんで、新しいことにチャレンジしたい方非常におすすめです。なかなか航空部がある部活って少ないんじゃないですか。そうですね、兵庫県でも3つぐらいしかなくって、神戸大学、関西学院大学、龍谷大学ぐらいだったと思います。全国的に見てもかなり珍しいかと思います。次にお休みの過ごし方についてお聞きしたいなと思うのですが、普段遊ぶときはどこで何をして遊びますか？神戸大学から一番近い駅は JR の六甲道駅っていうところなんですけど、まあ、そこもある程度発達はしているんですけれども、やっぱり遊べるところが少ないので、六甲道駅から電車で5分もかからないところに三宮っていう兵庫県で一番大きな町があるので、まあ、三宮まで出てご飯行ったりカラオケ行ったりっていう感じですね。大学は自然豊かな立地にあるけれども、電車にすぐ行けばすごく栄えた町もあるし、遊べる場所もあるということで、三宮とか神戸とかアクセスはいいんで、うん、遊びにはまあ困らないかなって思います。じゃあ井上さんに神戸大学の魅力についてアピールをぜひお願いします。先ほどもいくつか申し上げたんですけど、神戸大学やっぱり標高が高いところにあるんで、どのキャンパスでも基本的に絶景が見えます。絶景、おお。そうですね、学業の疲れとかも癒されるかと。夜とか特に綺麗です。あとはそうですね、図書館が各キャンパスに一つずつあるので、蔵書数がとにかく多くてですね、特に神戸大学はかつて商科大学だったので、経済学部と経営学部が看板学部なんですけれども、経営経済があるキャンパスには社会学系図書館っていうのがありまして、その図書館はすごく古い建物で、なんか歴史を感じる内装なんですけれども、その一部が登録有形文化財になっているので、歴史ある建物の中で自習したり読書したりすることができます。なるほど、素敵ですね。あともう一点あるのが、先ほども三宮まで電車で5分もかからないって申し上げたんですけど、神戸大学がある地域は海側から阪神、JR、阪急っていう3つの鉄道会社の路線が走っていて、で、かつ海側から山側に縦に神戸市バスが走っているので、割とアクセスは思ったよりいい方かなって思います。一見山の中にあると聞くと、どうしても交通手段が限られてるんじゃないかと思うんですけれども、電車もバスも通ってるんだったら、割と公共交通機関での通学もしやすいですよね。そうですね、通学生の方も安心して帰れるかなとは思います、うん。なるほど、すごく魅力的な紹介ありがとうございます。すごい神戸大学がすごく素敵な大学だなっていうことは分かったんですけど、もうちょっとここがこうなればいいなみたいなところがあったら教えてください。先ほどとちょっと矛盾するかもしれないんですけど、さっきアクセスがいいって申し上げたんですけれども、一つだけ例外がありまして、私が所属している国際人間科学部環境共生学科がある鶴岡と第二キャンパスは新大の中で最高峰、標高が最も高いところにあるんで、このキャンパスだけは通いづらいですね。他の六甲大キャンパスとかは駅から歩いて行くことができるんですけど、鶴岡と第二キャンパスは歩いて行くことなんて絶対に坂ですしできないので、やっぱりバスか原付きかっていう感じなんですね、うん、でバスは結構時間帯によっては混むんで工夫が必要ではあります。ちなみに野上さんは何か混雑を避けるための工夫とかはされていますか？そうですね、私は大学から割と近いところに下宿しているので、うん、原付きで通ってますね。新大生の原付き所有率は他の大学の学生に比べたらかなり高い方だと思います。他に何かありますか？やはり国公立なので仕方ないところはあるのかなと思うんですけど、建物とか設備とかがですね、いろいろ古いです。友達とかの私立の綺麗なキャンパスの写真とか見せてもらうとちょっとショック受けますよね。あと私が所属している環境共生学科のある鶴岡と第二キャンパスは他に2つの学科があって、他のキャンパスに比べるとかなりこじんまりしたキャンパスになってるんですね、うん、だから食堂がすごく小さくて、12時から13時20分までしか空いてなくて、しかもメニューがかなり少ないので、多分皆さんが通われてた高校の学食よりひどいかなっていう感じです。その辺は期待しない方がいいと思います。なるほど。一部のキャンパスの利便性があまり良くないというところと、国公立ならでは仕方がないかもしれませんが、設備のところ、あとは食堂のところ、メニューに対して不満があるというのが主な不満ですね。神戸大学は本当に魅力がたくさんある素敵な大学だと思います。何か質問があればコメント欄にぜひよろしくお願いします。またこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。